太陽というものがかつてはあったらしい。白い炎が天に輝き、空は青く澄み渡っていたと。古いおとぎ話のような言い伝えだ。神々とその被造物による永遠に続く争いは、大地を焼き、天を怪人で塞ぎ、死の灰を降り注がせたという。この灰はせめてもの慈悲なのかもな。怪盗、人間が交わす独自言語を解析する、心という独自言語。てめえらのせいで何人死んだか分かるか、何人殺されたか、何人、あと何人俺に殺させれば。リクの心分かるまでシュビーそばにいる。リクの心がどうしたいかそばで見届ける。だからシュビーはリクのやりたいをやりたい。一人じゃないっていいもんだな。シュビーとなら面白いことができそうな気がするよ。それだよシュビー、その目がいい。その目が好き。理屈なんか全部無視して同じ道を歩いてくれないか。ずっとそばにいさせてください。アーレス・レーゼン、フォルム対密用戦闘アルゴリズム起動。この思い、心、機械に生まれて命をもらった、そのすべてこの251秒にかける。りっくん、ねえりっくん、シュビー、やっとわかったよ。シュビー、リクに会えて本当に幸せだよ。月こそ二度と離れないよ。本当に愛してるよ。ノーゲームノーライフゼロ。願ったのは共に生きること。